どん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 ボリュームが出る、こんなこんにちは、ルックのまどかです。お元気ですか？今日はとってもいいお天気なんですけども、この紫外線、お肌だけではなくって髪にも悪影響を及ぼしてるんですよ。年齢とともに何か髪の変化って感じませんか？私もすごくたくさんの悩みを持ってまして、きっと皆さんと一緒かなって思うんですけども、今回その悩みは解決できる、とってもいいものに出会えたんです。そちらの方を皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。レッツ女子活。皆さんの髪の悩みって何でしょうか？ボリュームがなくなったとか、髪の毛が細くなったとか、それってヘアロスと言われているんです。このヘアロスは年齢関係なく、とっても幅広い年代の女性に増えているそうです。睡眠不足でしょ、あとストレス、ホルモンバランス、エイジング、カラーやパーマなど、そんないろんな環境が頭皮にダメージを与えてるんです。そしてこれからの季節、湿度、強い紫外線、冷房などで髪も乾燥しちゃうんですよね。それらが頭皮ダメージを加速させてしまうんです。癖が強くなったかも、髪が広がっちゃう、うねる、細く抜けやすくなった、そう感じることはないですか？頭皮のダメージは頭だけではなくって、お顔のシワやたるみの原因にもなっているんです。顔と頭ってつながってるでしょ。なので頭皮を柔軟にしてあげることによってシワやたるみも改善できるんです。私ももう髪は本当に長年悩んできてます。30代の頃ですかね、だんだん癖が出始めたんですよね。もう濡れた髪の状態だとまるでパーマかけたみたいにうねるんですよ。そしてだんだん髪が痩せ細ってきて、もうもやしの毛みたいになっちゃったんです。毛先を切って髪が短くなってきてるんですけども、もうそれ以外にも髪が広がって大きく見えたり、まとまらなかったり、ハリがなかったり、もうたくさんいろいろあるんです。もう髪を伸ばすにはもう無理な年になってしまったのかなって思ったり、その癖がもう我慢できず、もう切ってしまおうかって思った時もあったんです。今までいろいろなシャンプー、トリートメント、オイル、美容液、もう様々なものを使ってきました。でも今回素晴らしい出会いがあったんです。この髪のまとまり感すごくないですか？これはコスメデコルテ AQ の新しく発売されたシャンプーとトリートメント、そして、オイルを使っているんですけれども、見てください、これ手ぐしで乾かしただけなんですよ。なのにこの癖のなさ、うねりのなさ、このサラサラ感、びっくりなんです。こちらの方はシャンプートリートメントで乾かしただけなんですけども、これだけでもとっても指通りがよくって、癖もないですし、もうそれなりに綺麗じゃないですか。だってブラシも使ってなくって乾かしてるんですよ。でもこっちはシャンプートリートメントをした後にリプレニッシュヘアエッセンスをつけて乾かしてるんですけども、もうすごいんですよ、この仕上がり。もうサラサラサラって感じでしょ。もう本当にブラシ使わずにもうザザザザーっと乾かして、この状態なんです。すごいでしょ。ということで今日は、コスメデコルテの AQ のシャンプートリートメントのその AQ シリーズと、あともう一つ時期同じくして発売されたラデュレのシャンプートリートメントをご紹介していきたいと思います。こちら両方ともこの大人女子にぴったりなおすすめのシャンプートリートメントになります。このチャンネルは女性の前向きな気持ちを応援する美容チャンネルです。見逃さないようにチャンネル登録の方もしてみてください。まずはコスメデコルテから発売された AQ のヘアケアシリーズです。あの最高峰のスキンケアブランド AQ の美容成分をふんだんに配合してあって、頭皮、そして髪の毛にもとってもおすすめな新たな成分も配合してあるんです。美しい豊かな髪を育むには頭皮の環境を健やかにすることがとても大切なんです。そこで注目したのが頭皮の皮脂酸化です。頭皮から出てくる皮脂が紫外線で酸化することによって、頭皮が炎症を起こしたり、ターンオーバーが乱れて髪の毛が正常に生えてこなかったり、抜けやすくなるんです。
そして頭皮の皮脂の酸化は頭皮の嫌な匂いの原因にもなるんです。頭皮って皮脂腺の量が体の中で一番多いそうなんですよ。お顔の T ゾーンに比べて2倍の量があるそうです。AQ のヘアケアは酸化の原因と炎症の原因をダブルでアプローチしてくれるんです。なので使うたびに常に健やかな頭皮環境に整えてくれるんですよ。それってもう使ってすぐに実感していただけると思います。そして香りはトップノート、ミドルノート、ラストノートというように香りが変わっていくんですね。なのでお手入れがさらに楽しくなります。この AQ の香りは疲れた脳と心を癒してくれる香りなんです。では早速一品一品見ていきたいと思います。シャンプーの大きな特徴は潤いを与えながらも汚れや皮脂酸化をしっかりと取り除いてくれるんです。そしてトリートメントの大きな特徴は髪に必要な栄養分をデリバリーカプセルに閉じ込めて髪の隅々までに送り届けてくれるんです。シャンプーとトリートメントは髪の悩みに合わせて、そして仕上がりに合わせて選べる2タイプです。コスメデコルテ AQ リペアスムースシャンプー、そしてコスメデコルテ AQ リペアスムーストリートメントコンディショナーです。おすすめの髪質は広がりやすかったりうねりやすかったり、くせ毛の方におすすめです。指通りが滑らかで艶やかな髪の仕上がりがお好みの方におすすめです。毛先までしっとりまとまるタイプなんですよ。使用感なんですけども、シャンプーをした時はどちらかというと髪の毛の汚れをしっかり取ってくれてるなっていう感じの指触りです。ですがこの後に使うトリートメントをその分しっかりと吸収してくれるような、そんな仕上がりなんです。なのでとってもそのトリートメントをした後が指通りが良くなります。そしてコスメデコルテ AQ リペアボリュームシャンプー、そしてコスメデコルテ AQ リペアボリュームコンディショナーです。おすすめの髪質は張りやコシが欲しい、細毛でボリュームを出したい、トップがペタンコで悩んでいる、そんな方におすすめです。根元から立ち上がるボリューム感、ふんわり軽やかな仕上がり、毛先まで髪がつるんとまとまる感じになります。こちらの方はタオルドライをした後に、あ、なんか根元からボリュームが出てるなっていうのを実感するシャンプーとトリートメントです。私も今日これ使ってるんですけども、ボリュームが出るんですよね。どん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 ボリュームが出る。こんなやればやるほど大きくなるという、とてもボリューム感の出るシャンプーとトリートメントです。髪のお手入れのポイントはご存知ですか？シャンプーをする前はブラッシングをしてあげることで絡まりを取ってくれるし、あと汚れやホコリを落とすことができます。そしてしっかりと髪を濡らしてからシャンプーを泡立てて使います。そうすることで髪の毛の摩擦を抑えることができるんですね。そして指の腹でマッサージするように洗っていきます。あとお肌と一緒で熱すぎるお湯で洗い流すと髪に良くないですよ。私がこの AQ のシャンプートリートメントを使ってびっくりしたのは、とにかく洗った後、トリートメントした後ではなくって乾かした時なんです。もう乾かした時に、今までのうねりはどこに行ったのっていう感じのうねりのなさ、癖のなさを感じることができるんです。もうザザザザザザッと本当乾かすだけなんですよ。乾かすだけなのに、もうブラシも使わないですし、くるくるドライヤーとかも使わないんですけども、全くうねりを感じないんです。続いてアウトバスアイテムです。頭皮に活力を与えてくれるスカルプ&ヘア美容液です。こちらはヘアロスの原因の一つである頭皮の血流の低下を改善してくれて栄養を届けるマッサージ美容液です。髪のダメージの一番の原因は頭皮の酸化でしたよね。この美容液は頭皮の皮脂の酸化で起こる白髪や薄毛の改善をしてくれたり、匂いの原因菌にまでアプローチしてくれるんです。こちらの方は1日1回から2回使っていただくんですけれども、髪を小分けにしていただいて直接地肌にシュッと
この美容液は地肌に直接当たるのでとても使いやすい美容液です。指の腹を使ってマッサージをしていきます。3ステップ30秒のマッサージがあるので一緒にやってみましょうか。まず指の腹を頭頂部に当てて3秒押します。そして離します。3秒押して離します。この時に爪が当たらないように気をつけてくださいね。そして後頭部のくぼみに指先を当てて3秒押して離す。3秒押して離す。続いて両手の指で頭を包み込むように頭全体を揉みほぐしていきます。指の位置を少しずつずらしながらちょっと眉毛が動くような感じでマッサージしていきます。気持ちがいいでしょう。そして指の腹を使ってタッピングをしていきます。いかがですか？なんかすっきりしませんか？この美容液を使ってマッサージするとさらにその爽快感が増してきます。とっても血行が良くなって、頭って本当に意外と凝りやすいんですよね。頭の凝りをほぐしていくと本当お顔のシワやたるみも改善できますし、巡りが良くなって肌色もとっても良くなってきますよ。どうですか？ぜひお風呂上がりや朝の目覚めのルーティンとして加えてみてください。そして先ほどご紹介したリプレニッシュエッセンスです。ベタつきを感じないオイルなんですよね。こちらの方は、シャンプートリートメントをした後そのまま乾かした方で、こちらの方はシャンプートリートメントをした後にこのリプレニッシュオイルを使って乾かした方なんです。でこちらの方はリプレニッシュオイルついてない、だから乾いた髪の方にちょっと試してみますね。まとまるんですよ。本当にまとまりがいいんです。本当にね、しっとりまとまるっていう言葉だけではちょっと物足りないぐらいの表現で、もうなんかちょっと申し訳ないんですけども、私も本当いろいろなオイルを使ってきたんですけども、もうこれは最強のオイルですね。ダメージが進んでしまってる髪にもしっかり毛先まで栄養を届けてくれて、速攻的に綺麗になるんです。でこのオイルは濡れた状態で使っていただくと、そのドライヤーの熱からも髪を守ってくれるんですね。そして髪が風に揺れるたびにふんわりと柔らかい香りが包み込んでくれるんです。私はこの濡れた髪にリプレニッシュオイルを馴染ませて乾かすのが大好きで、だいたい全体で3プッシュぐらい使ってますかね。なんか軽やかにサラサラサラという感じの仕上がりになるんです。なんかまるでね、なんかほんとコマーシャルを再現するかのような仕上がりなんです。もちろんシャンプートリートメントだけでも、癖やうねり広がりなどは抑えることができるんですけども、このトリートメント、このエッセンスをつけると本当に癖のない自慢の髪に仕上がるんですよ。こちらの方は乾いた髪にも使えますので、店頭でぜひお試しになってみてください。そして2つ目です。2つ目はラジュレのシャンプーとトリートメントです。ラジュレといえば、とても大人の優雅な美容の世界観があるじゃないですか。その優雅な世界をお風呂の中で楽しむことができるんです。とっても使ってると幸せな気持ちになるんですけども、まずその1つ目は香りなんです。香りが天然のバラの香りがするんですけども、まるでもうバラ園を歩いてるかのような、そんな気分になるんですよね。もう洗ってるとなんか自分がお姫様になったような、なんかそんな世界なんです。でも女子力が上がりますよこれ。でもその香りだったりその世界観だけじゃなくって、このシャンプートリートメント使うたびに潤いがどんどん高くなってくるんです。なのでパサつきがちな方や広がりやすい方にとてもおすすめなんですけども、本当にシャンプーを毎日するたびに髪がまとまっていくんです。このしっとりまとまる感じ、そしてバラの香り、本当に女性ホルモンを高めてくれます。こちらのシャンプーとトリートメントはとっても香りの持続性がまた高いんです。私は香水をつけないタイプなんですけども、このシャンプーとトリートメントを使うとこのバラの香りが全身をまとってくれるんですね。髪をちょっと振ると
ふわっとバラの香りがするんです。それがとっても優雅な気持ちになるんですよね。いや本当にしっとりとまとまって指触り指通りも本当にいいので、ぜひお試しいただきたいこちらのシャンプーとトリートメントです。今おうち美容をしっかりとされる方が増えてきています。今日ご紹介したコスメデコルテ AQ そしてラジルは間違いなく毎日のバスタイムを豊かにしてくれます。なんか私自身を格上げしてくれるような、そんな幸福感のあるアイテムなんです。もうちょっと諦めかけていたこの髪質、もう切らないとダメかなって本当にもうそのぐらい思い詰めてたんですけども、このシャンプートリートメントに出会ってまだもうちょっといけるなっていう自信をもらいました。そう、まだまだ諦めなくていいんだとか、まだまだ女子を楽しもうとか、元気や勇気をもらえるバスタイムで、ご自分と向き合う時間もとても大切ですよね。今後も心豊かになる美容情報を動画の方でご紹介していきたいと思いますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録の方もしてみてください。そしてこの動画が参考になりましたら高評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。今日も皆様にとって素敵な一日でありますように。また次回の女子活でお会いしましょうね。それではさようなら。